十三夜、樋口一葉。ただもう私のすることとては、一から十まで面白くなくおぼしめし、箸の上げ下ろしに家のうちの楽しくないは、妻が仕方が悪いからだとおっしゃる。それもどういうことが悪い、ここが面白くないと言い聞かしてくださるようならばよけれど、一筋につまらぬ、くだらぬ、わからぬやつ とても相談の相手にはならぬの、いわば太郎の乳母として置いて使わすのとあざけっておっしゃるばかり。本に夫というではなく、あのお方は鬼でございまする。ご自分の口から出て行けとはおっしゃりやしませぬけれど、私がこのような育児なしで太郎の可愛さに気が引かれ、どうでもお言葉に違反せず、 はいはいとお小言を聞いておりますれば、張りも生きもないぐうたらのやつ。それからして気に入らぬとおっしゃりやりまする。そうかと言って、少しなりとも私の言い状を立て、負け抜きにお返事をしましたら、それを取ってに、出て行けと言われるは必要。私はおっかさん出てくるのは何でもござんせん。 名のみ立派の原田勇に離縁されたからとて、夢さら残り惜しいとは思いませんけれど、何にも知らぬあの太郎が、片親になるかと思いますると、意地もなく、我慢もなく、詫びて機嫌をとって、何でもないことに恐れ入って、今日までも物言わず辛抱しておりました。お父さん、お母さん、私は不運でござりますとて、 悔しさ悲しさ打ち出し、思いもよらぬことを語れば、二親は顔を見合わせて、さてはそのような浮き中かと、呆れてしばし言うこともなし。